SCP-178 はテスト中以外にはクラス3特異物体収容器に保管しレベル3クリアランスを持った武装職員2人以上が警備してください。このアイテムを収容場所から持ち出して良いのはレベル4以上の職員による書面での許可がある場合のみです。事件178-14α5、すべてのテストは遠隔監視するものとし、また被験者以外が試験中にテストエリアにいることは明示的に禁止されました。 SCP-178 は白い立体紙メガネで、フレームは長方形の白いボール紙製であり、レンズは透明な青と赤のプラスチック製です。このアイテムはボール紙が年代相応にやや退色している他には何も尋常ならざる物理的特性を見せてはいません。これをかけると着用者は普段通りの周辺環境に加え、2本足の大きな実体たちを知覚し始めます。この実体たちの振る舞いは温和なもので、時には興味深いものですが、仕事中の職員の肩に寄りかかったり、興味深げに観察したりなどといった報告があります。一つ例外があります。何かしら着用者あるいは誰であれ他の職員、事件報告178-14α3章がその実体たちと直接相互作業を持とうと試みたら、その職員には突然ひどい裂傷が出現する結果となります。裂傷は素早く持続的に着用者が息を引き取るまで出現します。裂傷のパターンはいつも同じで、長さ 14.2cm から 27.4cm、最大深さ 2.9cm から 8.1cm の平行な3本の尖った鋭い物体で切り裂かれたような傷です。テストに使用した記録不測定装置は何も特異事象を発見することができませんでしたが、これは被験者たちに裂傷が出現している最中にもです。被験者が実体たちから何か音が発せられるのを聞いたという報告をしたことはありません。このアイテムに暴露した被験者を長期観察したところ、作業に永続性はないことが明らかになりました。このアイテムを通して見ると立体視画像は立体的に見えます。このアイテムが回収されたのは1900にテネシー州でのことで、回収したのは合衆国魚類野生生物局への潜入任務についていたエージェント、編集済み。彼がその町を訪れたのは、解除時が2階寝室にて尋常ではない殴打の結果であると覚ましき死に酔うで死んでいるところを発見されたとの報告を受けてのことです。エージェント、編集済みはその子が発見された場所の近くに血で染まった大観覧車の立体視画像が転がっているのに気づき、いろいろ探してみたところ、このアイテムがその子のベッドの下に見つかりました。彼女の断末魔の最中にそこに投げ出されたのだと考えられます。エージェント編集済みはそれからそこに回収チームを呼び出しました。回収チームが到着してから、エージェント編集済みはこのアイテムをかけてその画像を見、頭を左に巡らすまでは何もおかしなことはなかったと報告していますが、順打したところで彼は一体の実体が彼の肩に寄りかかって、彼の顔からおよそ1インチのところで立体視画像を見ているのに気づきました。任務報告の際にエージェント編集済みは部屋の中で彼や回収チームを観察している他の何体かの実体にも気づいたと報告しています。エージェント編集済みはその実体たちと相互作業を持とうと試みるのを控え、このアイテムは特に事件もなく回収されました。実験した場合は全てファイル 178E に記録してください。レベル4クリアランスを持つ職員は事件報告 178-14α を読むよう強調しておきます。事件報告 178-14α を読むことは、このアイテムでの実験の監督あるいは承認を行うことになるレベル4以上のクリアランスを持つ職員すべての義務です。警告ホイ3の遵守をしないことは懲罰処置の理由となります。